皆さんこんにちは。本当に去年の春からひっそりと暮らしておりましたので、お久しぶりの方も多くって、今日は久しぶりに本当に皆さんにお会いできてとても幸せです。私は去年の4月に宝塚市長を引退いたしました後、コロナの真っ最中でもありましたし、ちょっと小さな旅行でもと思っておりましたが、なかなか思うに任せず本を読んだり、時々講演を頼まれて出かけて行ったり、そういうふうに静かに暮らしていました。もう皆さんの前でこんなマイクを持ったりすることは二度とないと自分で思っていました。もしも可能なら執筆活動をしておりますので、出版記念パーティーで皆さんとお会いできるかななんてことを夢見たりしておりましたけれども、今年に入って2月以降ロシアのウクライナ侵攻の中で、テレビで連日戦争、これが本当に現実のものなのかと思うような市民が犠牲になる、その戦争を連日ニュースで見ることになって、心がどん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 沈んでいきました。だけど傍観するしかない、そういうジレンマを抱えて日々過ごしておりましたけれども、いよいよ参議院選挙だということになりました。それでもですね、まだ本当に春くらいはどこに入れようか、誰に投票しようか、この戦争を食い止めてくれる人、そしてまた現実に核の問題が目の前に迫ってきた今、どんどん核は必要だと、そのような政党が増えてくる、軍備を増強しなければいけない、私たちが願っていた平和の日々から政治そのものが遠ざかるような、そういう恐ろしさを抱えながら過ごしていました。その時に偶然に秋葉さんと静香さん、奥様が京都の方に来たから、中川さん久しぶりに会いましょうということになって、私のマンションにお二人が来てくれました。私は京都に来てるから明日遊びに行っていいって言われたので、もう一日だけでしたけれど、その時に思ったんです。私が力強くこの人に一票を投じたい、この人こそ戦争を食い止める力を持った政治家であり、何より広島の8月6日を自分の言葉で世界に発信してきた秋葉さん、うちに遊びに来てくれるというのは、これは縁を感じました。私はすぐに立候補してくれないでしょうか、私に権限も何にもなかったのですが、偶然に社民と私の古巣でもあり、秋葉さんの古巣でもある社民党の選挙責任者が2日前に中川さん一杯飲もうということでうちに遊びに来てて、これは何か一つの運命を感じましたので、秋葉さん私は選挙に出てほしい、そしてもう二度と悲惨な戦争、そして核保有までも言っている今のこの現実を何とか食い止めるために秋葉さん出てほしいと頼んで、すぐに社民党の幹事長の服部良一さんに電話をかけて、服部さんと秋葉さんが話をしてくれました。それで決心してくれたんです。たった一晩でも秋葉さんも
今のままだと戦争になる。今のままだと広島長崎が地球上のどこかでまた繰り返される、その危機感だったと思います。それで今回急に時間もなかったですけれども、手をこまねいているよりは、じっとして傍観しているよりは、私は人生に悔いがない、そのような道を選びたいと思い、秋葉候補もそれを決心してくれました。ちょうど私が49歳の時に衆議院議員に立候補して、あの時は阪神淡路のこの被災地を見捨てるなという怒りで立候補して、皆さんのおかげで当選いたしました。その次の私の決断、いたたまれなかったのが、還暦を過ぎた61歳、2009年に不祥事が相次いだ宝塚の町にクリーンな市長をという、皆さんの声と私のふるさとをどうにかしたいという思いで立候補して、これも奇跡の当選でした。49歳から61歳まで12年後、61歳で今74歳、13年後の今、もう未来が、私自身の未来が短くなってきた時に、どうしても動きたかった。子供たちに平和な世界をそのままバトンタッチしたかったんです。憲法を改悪されて再び戦争ができる国を未来に残したくはありませんでした。そしてもう一つ、今長崎の鐘と原爆を許すまじを歌ってくださいました。胸が潰れる思いです。あのような悲惨なことをもう三度この地球上で起こしてはならない、そのための選挙です。今日いらしていただいて心から感謝します。そして何より秋葉さんが立候補してくれた、そして秋葉さんに国会に行ってもらう、そのことを成し遂げて、それを見て私は次なる明日を皆さんと一緒に作っていきたい、そのように思っています。秋葉さんは私の政治の師匠でもあります。49歳で一人の主婦からいきなり国会に行った時に、誰よりも親切に真っ当に働く政治家の姿を秋葉さんは見せてくれました。どんなに細かいことでも一生懸命教えてくれました。素晴らしい政治家、その私の師匠である師である秋葉忠俊さんに学んだことがいっぱいあります。優しくて嘘は一切つかない、清廉潔白なこの政治家にあと一踏ん張りしてもらって、私たちの未来を戦争のない、三度原爆を落とさなくてもいい、そのような世界にしていきたいと心から思っています。皆さんにお願いしますと振り絞るような思いでお伝えして、私の後援会長としての後援会長になってしまって、もう本当にもうやりがいがあります。こんな素晴らしい政治家を誕生させる、再びそれができることを私は現実に起こして、奇跡を、3度目の奇跡を秋葉さんで起こしたいと思っています。ご協力をお願いしてご挨拶に変えます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さて、元